やっぱ楽しい結果楽しいねみんな向こうもね。楽しいんだね。バイバイ。じゃあ続いては安西さんに挨拶しておかないとね。安西さんはしとかないとだね。もうおなじみなんですけど。そうおなじみ、うん、皆さんはポカーンでしょうけどね。知らない、うん、知らないか安西さん、うん、結構ねこの番組には欠かせない人になっててね、うん、いろいろ花送ってくれたりとか。そうそうライブにね。そうそう、うん、まあスタッフなんだけどね。すごい西麻布六本木ではすごいんでしょ。知らない人がいないぐらい。そんなに業界ではもう抑えておいた方がいい。